シンカ TV をご覧の皆さん、ハイタイ。私は沖縄県出身、大学2年生、20歳の与那城美優と言います。ぜひ美優ちゃんって呼んでくれると嬉しいです。現在は進学のため、去年から茨城県で一人暮らしをしています。なぜ普通の大学生だった私がこのオーディションに参加することを決めたかというと、もともとミックスチャンネルというアプリの方でライブ配信をする機会があり、そのイベントページの中でこの FC 琉球ガールズオーディションのページを見つけて、地元の沖縄に何か貢献できるようなお仕事をしてみたいなという思いから今回応募を決意いたしました。そしてそんな私ですが、実はサッカーをやったことはありません。そして恥ずかしながら、このイベントに参加するまで FC 琉球のことを、名前は知っていたんですけれど、何も知らない状態でのスタートとなりました。しかしこのイベントに参加して、イベントの途中ですごくすごく悔しい思いをしたり、負けそうになって悲しい不安な気持ちをすごく抱えていた時に、 FC 琉球のサポーターさんが私の SNS をフォローしてくださって、応援してますというふうにメッセージをくださったり、 FC 琉球が試合をしている日に私の心がすごく落ち込んでいて、 FC 琉球が頑張っているのに私が頑張らないでどうするんだというふうにすごく勇気づけていただきました。サッカーのこと、 FC 琉球のことを何も知らなかった私ですが、イベント期間中の3週間毎日配信をして、その配信の中でこのような選手紹介をトップチーム33人分全員させていただきました。ちなみにこちらの村瀬祐介選手は私と同じ4月9日生まれということで、何かすごく運命を勝手ながら感じさせていただいております。配信でもすごくこの子誕生日一緒なんですっていうことをとってもアピールして、ファンの人に祐介選手をすごく覚えてもらえたんじゃないかなと思っています。このイベントを通して強く感じたことは、 FC 琉球のサポーターさんの熱い気持ちです。サッカーも知らず、 FC 琉球のことも詳しくない私ですが、今ではイベントを通してたくさんのサポーターさんからの応援、そしてファンの人からの応援をいただき、 FC 琉球のことが大好きになりました。絶対に FC 琉球ガールズになって、このイベント期間3週間で得た経験、思いを胸に FC 琉球を勝利に導けるような人になりたいと思っています。ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。琉球一新、 FC 琉球ちばりよー。最後まで見てくださってありがとうございました。皆さんにお会いできることを楽しみにしています。